皆さんこんにちは、水に生きるでミキです。今日はこちらの防災チェックシートを使って防災バッグの準備をしていきたいと思います。今回参考にするこの我が家の防災チェックシートというものは FM 横浜のホームページから誰でもダウンロードができるものになっています。防災チェックシートには非常持ち出し品リストが書いてあったり、あとは防災の心がけなんかも書いてあるのでとても参考になると思います。ぜひ一度ホームページ覗いてみてください。ちょっと読んでいきたいと思います。災害発生直後は食料品や日用品の確保が難しくなります。いざという時に備え、日頃から非常持ち出し品を確認して準備しておきましょう。備蓄する量は最低3日分、できれば7日分が理想です。ということなので、今回私は3日分の準備をしていきたいなと思っています。これを参考に各ご家庭の事情に合わせてご用意くださいと書いてあるので、あくまでこのリストを参考に、さらに必要なものがあれば足していただいて、必要ないなと思うものがあれば削っていただいて、それぞれの家庭の防災バッグっていうものを準備していただけたらなと思います。それではこちらのリュックに詰めていきたいと思います。飲料水、非常食、これ今回の一押し、村屋さんの栄養館という商品なんですけど、皆さんご存知でしたでしょうか。一番美味しかった防災食ベストというものがあって、それの常に上位にランクインしているものみたいで、1本でお茶碗1杯分のカロリーが取れる高栄養、そしてアレルゲンフリーの商品です。これ5本入りかな。そして5年間長期保存ができる甘いものということで、すごい注目の商品みたいなので買ってみました。赤ちゃんのいるご家庭はミルクや離乳食、ナイフ、紙皿、紙コップの代わりにステンレス製の食器とラップ。私なんで防災バッグにラップが入るのかなって最初分かんなかったんですけど、これすごいんですよ。まず1つ目、食器に敷いてあげることでお皿を汚さずに食べることができる。で2つ目、ラップをクシュクシュってやるとスポンジの代用になる。そして3つ目、ピーって伸ばして三つ編みなんかにしてあげると紐として使うこともできます。で4つ目、ラップを巻いてあげることで防寒、保温効果にもなるみたいなんですよ。そして最後、応急処置、止血だったりにも使えるみたいで、この優れもののラップは絶対にバッグに入れておくべきだと思いました。カセットコンロ、水筒、預金、紙幣、小銭、運転免許証、健康保険証の写しなど身分を証明するもの、印鑑、これらの貴重品なんかは雨に濡れても大丈夫なようにビニールのケースにしまって保管しておこうかなと思います。救急医薬品、常備薬の予備、めちゃくちゃ目が悪いのでメガネ、防災頭巾、帽子またはヘルメット、ホイッスル、下着、あ、見せません、雨具、タオル、厚底の靴、履きやすいスニーカー、これ今回のためにワークマンで購入したものなんですけど、めっちゃおすすめです。価格は1500円で、軽くて中が防寒効果になっているのと、もうふかふかしてて足が疲れない。で何より紐がないので安全面にも特化しています。さらに専用の袋付き収納にも困りません。おすすめです。電池で聞けるラジオ、周波数はもちろん 84.7、 懐中電灯、 LED ライト&予備の電池、ないと困っちゃうモバイルバッテリー、初めて買った災害用簡易トイレ、生理用品とお尻拭き。お尻拭きは
ウェットシートやウェットタオルとしても代用可能です。ティッシュ、トイレットペーパー、液体歯磨きと歯ブラシ、筆記用具、ビニール袋、ポリ袋。さあ今回 FM 横浜のホームページにある我が家の防災チェックシートを使って防災バッグの準備をしてみたんですけど、改めて見返すと、あ、全然家にないなって思うものがあったり、あ、そういえばこれ必要だったなっていうのに気がつけて、すごい大事なことに気づかせてもらったなというふうに思いました。あとはこれを準備を機に家族と防災についてもう一回話す機会があって、うちで言うと猫を飼ってるので、あ、じゃあ猫用の餌も常備しておかないといけないなだったり、猫用の、おしっこの砂っていうのもカバンに入れておいた方がいいねっていう話なんかできたりして、すごいいいなって思いました。あとはやっぱりこんなご時世ですので、マスクだったり除菌スプレーっていうのは必須だなっていうふうに思ったので、これは追加で入れておこうかなというふうに考えています。さあ皆さんもこの動画を機にもう一度自宅にある防災バッグを見返してみたりですとか、今までそういった防災バッグの準備してこなかったよという方は、この動画をきっかけに準備をしてみてもいいのかななんていうふうに思いました。災害大国日本ですので、いつそういった台風だったり地震だったり自然災害が起きるかわからないので、備えを常にで準備していただきたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。重たい。